チャンネルやります。今日もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はハンマリングプイングのやり方をやっていこうかなと思っちゃうけど、はい、もう結構ねこれ苦労しとる人が多いと思っちゃうね。特にまあどっちもか、ハンマリングもプリングもまず音が鳴らんっていうところで、うんうん、でその辺をちょっと教えてもらおうかなと思います。ハンマリングっていうのはまあこれ英語ですよね、うんうんうん、でクラシックギターの本なんかではスラーっていう言い方します、うんうん、これはもうクラシックの世界ではね、スラー、その音から隣の音へいかにしてつないだ綺麗なレガートといいますかね、うん、そういうふうな弾き方をするか、音が上へ上がる時の、うん、スラー、うん、これは、ハンマリングって言いますね、はい、そして高い音から低い方へ綺麗につないでいく、これがプリングっていうのかな、うんね、その2つがあります。単純に1弦の1フレットを、うん、これをハンマリングします、はい、単純に叩くだけ、ね、叩くだけです。これ鳴らない人もやっぱりいるかな、なりにくい人もいるかな。あ、そうそう、あのなんかね、うん、よくあるのはふわっと触りすぎてならん人、ふわっとさ叩くんじゃなくて叩けてない人を結構見るかな。なるほどなるほど、こうやって触るんや。そう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 、ね、これはね触るのではなくてやっぱりねこういう感じで叩くっていうイメージです、うんうん、指の先でね叩くっていうイメージね。でこれが例えば1弦の1フレットから2フレットにかけての、ハンマリング、はい、これは2フレットを押さえている中指2の指で叩きます、うん、でこれ叩くときに大事なのは中指で叩いたときに1弦が上がらないということです。あ、上がったらいかんとね。はい、無駄な動きになってしまうのでこれは1の指を置いたままで叩きます、はいね、でこのまま例えばこのまま3に行くときだったらこのまま叩きます、うんうん、このまま叩きますっていう形、ね、で今度は離れていくときも人差し指からこれはこれはね、これね、よくこういう人がいるでしょ、こう話すだけで。これならないんですね、うん、引っ掛けるって言った方がいいかな、はいはいはい、ね、それから、2から1もこう引っ掛ける、うん、3からも同じこと、そういうことね。次の音の指を用意しとくっていうのが、そうよね、うん、うん、そうよね。入れ替えでね、弾く人たまにおるけど、そうですよね、そうですそうです。でこのプリングと、ハンマリングっていうのはあのすごくこれが慣れてくると言ったらこう、こういうこうこんなことができるようになりますので、はいはい、右手使わずにでもねこっちのこう仕事ができますからね、でこういうことか、はいはい、こっちのね仕事として動くことができるわけね、うん、ね。だからベンチャーズのキャラバンなんかは、はい、なんかこんな、ね、こんな動きが出ます、ね、これはまさにこっちのこの仕事をしてるわけね、こういうことしてるわけですね、こっちの仕事です、ね、うん、こういうことをね、まあちょっとゆっくり、これはね焦ってやってもできないのでね、ゆっくりです。かといって力任せにやってもできません。なんか見とう感じだとさ握力がいりそうな感じするけど、うん、そうなんでね、これはね笑い話になるけど、うん、僕が中学生ぐらいの時もね、はい、こういうことを
あの一生懸命やるために、うん、僕の友達はね指立て伏せをやったやつが全く関係ないからね全く関係ないよね全く関係ないねっていうかね、そういうことすると逆に指が動かなくになるっていうことを聞いたことがありますね、はい、逆やと思います。そうじゃなくていかにしなやかに動かすかっていうことが大事なので、はいはいはい、こんなとこね筋肉隆々になっても全然意味がないんですよねなるほどね、はい、だからその辺はお間違いのないようにしていただきたいと思いますけども、はいはい、でねこういうことを、またオンラインサロン始まりましたので、はい、ゆっくり一つずつ皆さんにねちょっと丁寧にご説明いたします、うんうん、なのでちょっと皆さんこういうことご興味ありましたらぜひ、オンラインサロンの方にもねご参加していただけたらなと思います。そうやね、譜面も一緒に配布しとうけんさ、それ見てもらいながらできるけんね、まあ、そっちの方がもしかしたら分かりやすいかもしれんね、はいはい、ということで今日はプリングとハンマリング、はい、についてでした、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。